流浪に剣士明治剣客ロマンタ炎上京都リンダ早く片付けたいのは山々だが、そうは簡単にいかねえのさ。なぜかその男は剣気はおろか、殺気も闘気も持ち合わせちゃいねえんだ。一流の剣客であるほど、相手の攻撃的な気を読んで行動する。が、相手の出方が全く読めないんじゃ、動きようがない。すいません。早くしないと師匠さんに追いつけなくなっちゃうんですけど。やはりそれだろう。五の線が取れない相手なら、己の最速の剣で千の線を取るのが最良策だ。へえ、抜刀術ですか。それじゃあ僕も。勝負ありかな。はあ、お互い戦闘不能で引き分けってとこだな。へえ、こりゃすごいや。これじゃ修復はもう無理だ。まあいいや、どうせ師匠さんのだし。この勝負確かに勝ち負けなしですね。今日はこれで失礼しますけど、また戦ってください。その時までに新しい刀を用意しておいてくださいね。日村、酒場と折れちゃったね。獅子をも逃がしちまったしな。ほら、あんただって偉そうに言えた義理じゃないでしょ。何、刀はまた作ればいいし、獅子をたちもまた追えばいい。とりあえずこの村から獅子を一派を退けた。それだけでもよしでござるよ。かくして新月村は剣心たちの活躍により解放された。斎藤は
身寄りが亡くなった英二を自分の妻である時雄のところに預けるため一旦東京へと戻った。宗次郎との戦いで折れてしまった酒場刀、流浪人のままの剣心では獅子雄一派に勝ち目はないのだろうか。その答えが出ぬまま剣心と三竿は決戦の地京都に向かうのである。千年王旗とも謳われる京都、その華やかな表世界の裏側でこの地は太古より魑魅魍魎の闊歩する窓と呼ばれてきた。時としてその闇は飢饉や疫病または激しい戦乱の姿と化し幾度も都を襲った。幕末の動乱においては維新志士と徳川幕府の二つの勢力が衝突し、血煙の立たぬ日のない地獄絵図にも似た修羅道の戦場となった。明治という新時代となって14年、平穏を取り戻したかのように見えるこの都で獅子雄という闇が再びうごめき始めていた。やっぱり京都に帰ってくるとホッとするな。料亭葵屋よ、私の家。京都ではちょっとは知れた店よ。あ、おーい、じいやん？ひょー、みさお。じいや、みさお。おかえり。いつもより帰りが遅いから心配したぞ。ごめんごめん、いろいろあってね。いた、いた。ほら、遅く帰った罰じゃわい。では拙者はこれで。待ちなさる。まだ礼をしとらんじゃろ。どうぞゆっくりしていきなされ。日村抜刀斎殿、十字傷を隠しても分かる者には分かる。ご老人、詳しい話は中で。さ、どうぞ。Thank you.
プルル。一方その頃、獅子王は拠点である比叡山の祠に帰還し、国取り開始の時がいよいよ間近であると配下に宣言した。だが獅子王自身の欲望は国取りのみに向けられているわけではなかった。敵である明治政府側の切り札、日村抜刀斎を血祭りに挙げる。獅子王は国取りの前祝いを楽しむため十本刀を召集した。十本刀、蜂起の際政府要人を無差別に暗殺する最重要任務を負う精鋭揃いの最強特攻部隊。大事な戦力を捨て駒のごとく剣心にぶつけるという策には中心百式の宝寺ですら反対の声を上げた。しかし日村抜刀斎が覚醒したら自らの手で倒すという別の楽しみができるだけ。獅子王は常人には計り知れぬ裏の意図を語り、ただ笑うだけであった。刻一刻と十本刀の集結が迫る中、いち早く駆けつけた刀狩りの長は幕末の刀匠荒井釈空が残した最後の一振りの存在を嗅ぎつけた。刀剣、それも荒井釈空作殺人鬼剣に異常な執着を見せる趙。その限りなき欲望は最後の一振りの在りかを知る清空一家に容赦なく向けられたのであった。
がさんで、逃がさんで、逃がさんで、で決まってなければ刀がない日村君にはもう。あんたやっぱり舐めてかかったらあかんわ。もう二度とあんたの前には入らへんで、外から刻んでバラしたるわ。ダメか、これで勝機はない。刀さえあれば。日村さん、父の最後の一振りです。これを使ってください。まあええ、あんたを倒せば済むことや。互いに真剣同士、やるかやられるか分かりやすうてええやろ。抜けや、蹴りつけようや。いけ日村、刀さえあればこっちのもんよ。ダメじゃ、日村君はあの刀は抜かん。いや、抜けんのや。殺さずを心に決めている彼にとって酒場刀以外の抜刀はあってはならぬはずや。でも今はそれどころじゃないでしょ。井村に昔何があったか知らないけど、今はやらなきゃ自分がやられんのよ。その昔が問題なんじゃ。もう一度あの酒場刀でないあの刀を抜けば、ひときに抜刀祭だった頃の自分に立ち戻ってしまう。霧抜刀祭。そして二度と不能にには戻れまい。おい、一
人斬り抜刀斎が人斬るのに何躊躇しとんや。人を斬る喜びを忘れまして言うんならワイが思い出させたるわ。実演を踏まえてな。あんたの言う平和の申し事やらから先にバラしたるわ。ビオリン、おーかかったな、このダボが。ワイをこげにした分はきっちり返すで。おー、なんや今の超反応は。まるで別人やんけ。やったか。ごじゃる。拙者は日村。日村さん、日村さん、その刀を見て。なんと、アライシャック最後の一振りは日村君の刀と同じ酒場刀。でもそれが酒場刀なら。生きてるよ日村。あんたは殺さずを破ってない。酒場刀、父の最後の一振りが。わからない。殺人剣ばかり作っていた父がなぜ。これは酒場刀に文字が。我を斬り刃鍛えて幾清掃。子に恨まれんとも孫の世のため。我を斬り刃鍛えて幾清掃。子に恨まれんと孫の世のため。自分自身を斬りつける思いで刀を作り続けて幾年月。それが自分の子に恨まれることになろうとも次なる孫の時代のため。シャックもまたいつからか刀が時代を作るなど間違いだと自覚していた。幕末の動乱の中、思いとは裏腹に殺人刀を作り続けた日々の片隅で、シャックンは開墾とわずかな希望を込めて自制の句を刻み残した最後の一振りこそ、御神刀として奉納されていた酒場刀真打ちであった。刀で人を殺めず守り生かす道を探す剣心とシャックンが新時代にかける思いは今一つになった。